お待たせいたしました。マスカットスタジアムです。福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右の田上、対するタイガースの先発は右の森木、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の森木、マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは三森。第9球投げた、アウトローを見送ってストライク。いきなり152キロ。第2球投げた、高速スライダー空振り。第3球は外れた、ボール。さあ4球目、縦のスライダー、ボール。次は5球目投げた、完全に外れた、ボール。さあ6球目投げた、打った、ライトの右、ヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、中継。三森三塁も狙う、三塁送球、三森スリーベース、タイガース先制のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは2番笹川。笹川義康、背番号44。第9球危ない球。第2球投げた、真ん中見送ってストライク。第3球ボール。第4球を投げました、外角低めいっぱい、ストライク。第5球投げました、打ちました、当たり損ない、桃崎掴んだ。ホークス初回先制、1対0。バッターは3番広瀬。第1球投げました、見送ってストライク。いきなり152キロ。第2球打った、いい当たりだ、ショートバウンド取った、一塁へ送る。桃崎うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番イクミ。第1球初球空振り、いきなり152キロ。第2球投げました、打ちました、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。追い込んで第3球を投げました、アウトコース、パワーカーブ外れてボール、危ない球。第5球投げた、見逃し三振。1回が終了しまして1対0、タイガース先制点を奪われています。タイガース追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で片山。第9球投げた、打った、これは強烈、入れば逆転だ、いった、入った、入った、ホームラン、逆転、ツーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。初球をうまく捉えました、片山一振りで逆転。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは井上。第9球打った、ファール。第2球投げた、見送ってボール。投げた、打ちました、三遊間抜けた。井上いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは6番谷川原。第9球ボール。さあ、次の投球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは DH のウォーカー。第1球投げました、ボール。第2球ボール。
投げました、ストライク。投げました、見送ってストライク。追い込んでから投げた、打ちました、ファールボール。投球はこれから6球目、打った、ファールボール。第7球を投げた、ボール。さあ8球目、あーっと、ファールチップ、アウト。これはしっかりキャッチしていました。バッターは8番尾形。第9投げた、ストレートはボール。まずはインロー。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、これはセカンド正面、アウト。スリーアウトチェンジ。ホークスファーストランナー残塁。2回が終了しまして2対1です。タイガースリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で片山、打ちました、痛烈、いった、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン。2打席連発、甘い球を完璧に捉えました。6対1、タイガースリードを5点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。先ほどのプレーです。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは川原だ。第9投げました、初球見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球は見送ってボール。第4球を投げました、打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。打順は1番に帰って三森。第9投げました、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール。さあ4球目、打った、ファール。次は5球目、投げた、あっと引っ掛けた、当たり損ねのファーストゴロ。1塁送球、森木取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番笹川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。直球見送ってストライク。いきなり154キロ。第3球1つ外してボール。第4球を投げた、打った、センター前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。森木三者凡退、無得点に抑えています。序盤終了しまして6対1です。タイガース追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で片山、今日4打点を挙げています。投げた、ボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第4球は内角ボール球、打ったショートバウンド、ボールを掴んだ。ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって8対1、タイガースリードを7点としています。ホークス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは広瀬。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目ストレート、空振り、いきなり154キロ。同期は3球目、空振り三振、バッターアウト。最後は154キロストレート。左バッターボックスは4番イクミ、アウトローへストライク。いきなり151キロ、投げました、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。第4球は縦のスライダー、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは5番井上、今日2度目のバッターボックス。第1球第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。打球が転がっている。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ。中継、井上ツーベースヒットを放ちました。左バッターボックスは6番谷川。第1打席はピッチャーフライに倒れています。第1球第2球投げた、高速スライダー、ボール。第3球を投げた、低めの球、空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、打った、ファール。第5球投げました、154キロ直球、空振り三振。4回の裏が終わりまして8対1、タイガース7点リードは変わりません。5回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは
DH のローカー。今日の第一打席はスイングアウト、投げました投げましたストライク。これで追い込みました。第3球を152キロ直球、空振り三振。ウォーカー全くタイミングが合いません。バッターは8番尾形。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、またも空振り。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた、打ちました、ファウルボール。第4球を投げた、インコース引っ張った、一塁線切れてファウル。さあ投球は5球目、投げた、打ちました、いい当たり、二遊間ライナー破っていった、クリーンヒット。尾形ナイスバッティングです。バッターは9番河原田。第1打席はファールフライに倒れています。タッチはセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第9投げた、完全に外れた、ボール。投げました、ストレートはボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。タッチセーフ。森木かなりランナーの動きを警戒しています。次は4球目、投げました、変化球ストライク、アウトローへ。次は5球目、投げました、打った、これはゲッツーコースか。高寺ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。打順はトップに帰って三森。第9投げました、初球はストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、打ちました、引っ掛けた、桃崎取った、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ホークスセカンドランナー残塁。前半が終わりまして9対1です。タイガースリードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で片山、今日はツーランホームラン2本を打っています。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、チェンジアップはボール、外角低め。第4球を投げた、打ちました、レフトへの当たり、ヒット。中継、片山いいバッティング。タイガースピッチャーを交代します。先発の森木、5回1失点の好投でマウンドを譲りました。左の岩田、今日2人目のピッチャーとして登板です。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。ホークスこの回は2番からの好打順、先頭バッターは笹川。今日はセカンドゴロとセンターフライ。第2球投げました、1球外してボール。第4球を投げました、インコース引っ張った、右へ切れた、ファール。次は5球目、空振り三振。バッターは3番広瀬、今日はセカンドゴロと三振。第9危ない球、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、ストレートはストライク。投球これから4球目、打ちました、あっと引っ掛けた、サード後方のフライ、こいつ噛みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番生見、ここまで2打席連続三振。投げました、低めのボール引っ掛けた、ファールボール。第2球投げた、低め、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、ボール。第5球投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。岩田最後はスイングアウトの三振で仕留めました。6回の裏が終わりまして10対1です。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは井上、初球ストライクから。第2球投げた、スライダーボール。第3球を投げました、インコース低め、ストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げました、危ない球。第5球投げました、打った、抜けた、井上ナイスバッティングです。バッターは6番谷川、今日はピッチャーフライト三振。第9投げました、初球決まってストライク、1球目ストライクから。投げました、ボール。投球は3球目、投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは指名打者ウォーカー、ここまで2三振といいところ。打った、これは強烈、さらに伸びてセンター見上げた、ホームラン、ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。
ホークス2点返しました。チームメイトが迎えます。バッターは8番尾形。これが3度目のバッターボックス。第9初球を打ちました。サード右横のゴロ、トイ、ボールを取る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは9番川原田。今日はファールフライとショートゴロ。第9初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、ストライク。これで追い込みました。第3球空振り三振、岩田三安がうなります。7回までが終了しまして10対3、ホークスこの回2点を返しています。タイガースリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている片山。第9完全に外れた、ボール。第2球ボール低め。第3球を投げた、ストレート見送ってストライク。第4球は打った、打球はセンターへ。センター掴んで、これで3アウトになります。タイガース結局この回3人で攻撃が終わっています。8回の表が終わって10対3です。タイガースピッチャー交代です。岩田降板、右のチーバ今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ホークスこの回1番からの高打順になります。トップバッターは三森。第9投げた、初球を打った、セカンド左への打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打正木。変わりまして正木智也、背番号31。第9まっすぐ見送ってストライク。いきなり150キロ初球ストライクから投げた、外角低め、見送ってストライク。これで追い込みました。投げました、危ない球。次が4球目、投げました、打ったいい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。まさき、いいバッティングを見せました。ピンチヒッターは川瀬。ホークス続けざまに代打を起用してきます。第9ストレートはボール。第2球投げました、低めストライク。投球は3球目、投げました、アウトローを見送ってストライク。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、ボール。第6球を投げた、打ちました、ショートの左、熊谷掴んだ、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁送球、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして10対3、タイガース7点リードは変わりません。9回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは生見、初球から打ってった、一、二塁間へ、上田ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。タイガースピッチャーを変えてきました。チーバ降板、ここでマウンドに上がったのは須田。今日4人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。右のバッターボックスは5番井上。今日は3安打猛打賞。第9第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げた、打ちました、センターへ持っていった、これがヒットになります。井上ナイスバッティングです。バッターは6番谷川。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。第91球目ストライクから投げました、2球目ストライク。追い込んでから第3球を投げました、一つ外してボール。第4球を投げました、フォーク、空振り三振。バッターは DH のローカー。第9投げました、危ない球。投球これから2球目、これは引っ掛けた、ファールボール。第3球を投げました、ボール。投げた、打ちました、サード右へのゴロ、取った、一塁へ送る、アウト。試合終了です。タイガース大差で勝利しました。ご覧のように阪神タイガースが勝ちました。本日の勝ち投手森木、負け投手田上。さて本日のヒーローは片山。本当に今日は大活躍でした。